皆様こんにちは、こんばんは。今日はシーズンマッチやっていきたいと思います。今日の補正が、魔の HP が 0.5 アップしてて、アタックが1割下がっております。竜の、HP1 割下がってて、アタックが 0.5 アップしております。今日使うデッキなんですが、こちらの、マフェリアトップにはなるんですが、毒デッキ、ちょっとまたやりたくなったので、こちらのデッキでチャレンジしていきたいと思います。でこの勝負を勝てばですね、ダイヤモンドマスターに上がれますので、なんとか、頑張ってやっていきたいなと思います。まあ、今回使うデッキはもう本当にガチガチの毒デッキになってますので、まあ、ちょっと暗黒以外だったらなんとかなるかなとは思ってるんですけど、まあ、暗黒はちょっと勘弁してほしいって感じですね。先日毒デッキでやったらめちゃめちゃ竜鱗で、トラウマレベルになりましたので、さあ OK 速攻竜。さあでもまあちょっと竜のアタック上がってるので気をつけたいと思います。まあ、まずは僕の方初手カルカード打っていきます。そこも悪くないと思います。さあ竜はちょっと HP やっぱ下がってるので低いなっていう印象なんですが、まあ、アタックが上がってるんで気をつけたいところですね。さあどうでしょう、相手何打ってくる。さあどうでしょう。おっ、なんだこれ、リーゴマ、珍しいですね。なんだ、なるほどって感じですね。まあとりあえずちょっと逃げなくてもいいかなって感じですね。そのまま打っていきます。さあ、レイホーちゃん。いいですよ。強いんですよね、このコマ。まあ、ちょっと僕ずっとレイホー持ってたんですけど、サリーでずっとやり続けてて、まあ、最近ちょっと変えたって感じですね。まあ、やっぱり気をつけないとなって感じですね。さあ、どうでしょう。おお、フェリア。マジか。フェリア入ってんのか。なるほどですね。そしたらちょっともうフェリア消していきます。いや、ちょっとびっくりしました。ちょっと B ゴマでちょっと油断してたので、あんま見たことない B ゴマだったので、まさかフェリア入ってると思いませんでしたね。あ、まあまあ、ちょっと削られたとはいえ、まだ HP は残ってますね。相手はどうでしょう。おー、ジェイちゃん。なるほど、って感じですね。いや、きついな。なるほど。8000。まあでもなんとか耐えられそうですね。まあとりあえずアバドンを E2 ですね。E2 に置いて、まあコンボ動線つながんないですし、アバドン消せばフェリアのコンボ動線つながりますので、アバドンを打っていきます。相手まあ S ゴマ2枚切ってるので、まあ2枚返し耐えられればって感じですね。ここ耐えれば勝てるとは思います。まあ、バハムート、テュポーンが来なければ大丈夫かなと思うんですが、さあ、相手は悩んでるっぽいので大丈夫そうですよね。大丈夫だよね。やめてくれよ。あ、OK。いやー、危ない危ない。いやー、なんとか、勝てそうですね。さあ、とりあえず、ファウストを打ってフィニッシュしていきたいと思います。いやー、なんとか無事勝つことができました。よかったと思います。ちょっと途中ですね、まさかのフェリア入ってると思わなかったので、ちょっとびっくりはしたんですが、まあなんとか、まあ魔のね、HP も上がってるので、まあ耐えることができたのかなと思います。今回これでですね、無事ダイヤモンドマスター昇格、できました。ありがとうございます。次からはですね、ランキング戦の方になりますので、まあまたいろんなデッキとちょっとやりながらですね、少しずつですが頑張ってやっていきたいと思いますので、皆様今後ともどうかよろしくお願いいたします。じゃあ今日は本当にありがとうございました。また頑張ります。